こちら苦手レスキュー999。虫が苦手、動物が苦手、はたまた人間関係が苦手。この番組は苦手レスキュー隊員のケイタニーが地元静岡の皆さんの苦手をレスキューするラジオプログラムです。合言葉は読み取る、聞き取る、受け止める。苦手レスキュー999。静岡の皆さん、こんにちは。ケイタニーです。本日もたくさんの苦手の SOS が届いています。早速紹介する前に、今日もスペシャルゲストをお呼びしています。静岡苦手合唱団の皆さんです。どうぞ。西部、中部、東部、伊豆、静岡苦手合唱団。それでは本日の苦手を紹介したいと思います。東伊豆町にお住まいのラジオネームジュラシックパーコさんの苦手です。私はワニが苦手です。近くにバナナワニ園があり、そこにたくさんのワニがいるのですが、ワニたちが何を考えているかわからなくて怖いです。無表情のままゆっくりと歩いている様子を見ていると不安になってきます。一体どうすればいいでしょうか。というわけで、本日の苦手はワニが苦手。その苦手しっかり受け止めました。実際ワニたちはどんな気持ちで過ごしているのでしょうか。僕と苦手合唱団が熱川バナナワニ園に行き、ワニたちの心の声を聞いてきました。おや、合唱団の皆さんが日本の伝統芸能能の装束に着替えています。準備はいいでしょうか。それではワニに代わって能を披露していただきます。静岡苦手合唱団よ。ワニの羽衣。というわけで、ワニたちは能を舞っていたことが分かりました。能面をつけているので無表情だったのですね。きっと修行も大変だと思いますが、洗練されたワニたちのパフォーマンスがこれからも楽しみですね。それではお別れの時間となりました。今日もお付き合いいただきありがとうございます。読み取る、聞き取る、受け止める、苦手レスキュー999。また来週のこの時間にお会いしましょう。苦手レスキュー、トリプル。